マジでそれが海ほたるのモニュメント。ソフトクリームがすごい速さで溶ける。若いちいこちゃんも。でも若い若いと思ってた。意外ともう大人なの。結構まあいくつ今年29になるんで、もうアラサーです。初めて会ったの24、5だった。そっか、そんな前なんだ。パッチーさんの10周年近い、うん、ってこと。なんかもう私いつからやってるかもう全然よく分かってない。だからそれで考えたらもうじき10年じゃん。そっか、怖っ。でもその初キャンピーの時も私肉屋さんと一緒だった気がするいや違う、私が遊びで、あんたがキャンピーで、あーでドリューさんがちいこちゃんにいっぱい飲ませて、ちいこちゃんが潰れてたのを楽屋で大丈夫って言ったのを覚えてる初日確かそうだ。飲み方全然分かってなかった。違うのよ、あれ多分ドリューさんがね試してた。あーでも多分それあるかも。でもそれであの度胸あるか見てんだと思う度胸っていうか、まあお酒の何適性とか強さとかで、ね、その以後どれぐらいまでだったらこの人大丈夫っていうのを、うん、多分最初にあの人そうやって確認したりするからそう多分それで飲まされたんだと思う。日中はボロボロでした大丈夫かなって思いながらね放置して帰ったりまだ覚えてる。優雅にシャワー浴びてね。そう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 あそう海ほたる何も優しい。あもう海ほたる、はい、一回じゃあ泊まろっか。あ海だよ。あすごい、やっぱ風めっちゃ強いわ。いや髪飛ばされちゃうまた髪ボサボサだよって言われるかも視聴者からはい、ということでね、こう海ほたるに着きましたけども、後ろすぐ海すごいね。今日だ風が強いから結構海もなんか ね波立っててすごいね。すごい、こんな海の近くなんだねもう真ん中やばい。確かに自覚はあるということで、このちょっと海ほたるね、ちょこだけちょっと散歩みたいな感じで ね歩いてみましょうかね。すごい寒いかも思った以上に助走助走の中での風よ。あ、こっちか。うぅ、寒い寒いでしょ。やばいやばい、そっになっていったのやだー、でも負けたくない負けたくない。何と戦ってんの己に。寒い風が寒い。あすごい、まつげまたあれよ、リアップと風との戦いが始まったわ検証が上行こう。寒い、あやだマジで風が嘘でしょあ、でもすごいですよ。はい、展望台に着きました。すごい絶景が、ね、あ、海ほたるって書いてあるから、ね、あ、何、イルカがいるわよ、うん、名残雪とか歌うのかな、あれあ、そのイルカじゃない、ごめんなさい。うわぁ、すごいね、遮るものがないからすごい。ちょっとやっぱ頭を押さえちゃう、これはちょっとやばいマジで、何それが海ほたるのモニュメント。海をほたる、あ、全部中黒が入るのねはい、こっちが西田荘です。すごい、何、なんかメイキャスターがオフラカノンとか見えねえのかな横浜ベイブリッジが見えるらしい。ベイブリッジが見えんの、てか富士山一個も見えないけど。もう全然わかんない思いのほか風が強いわね。で飛行機も使えしね。あーいいですね、飛行機飛行機たまやあーちょっとそこも階段があってさらに海に近く。でも今んとこつけも大丈夫ですね、うん、やっぱ D アップすごいこの感じいいですよ。ニックさんすごいマリリンモンローみたいやっぱ、ね、ちょっと帰ろっかギブアップ。いやでもいい経験ができたわ、ね、景色としてはめちゃめちゃ景色はいいよ ねただ髪型がこれは大変なことになる。価値あるお金の増やし方、お待ちください。ああなんかこの辺海軍スペースかな感じじゃない。あメロンパンありますよ、富士山メロンパン。あっち甘いもん食べたくないんだよ私メロンパン食べたい。メロンパン食べたい。パッチー食べる。あ、じゃあいただきます。そしたら私メロンパンいらない。じゃあ3つに入やった
はい、マンティートイレ行こうかな。すごい、もうみんな単独行動。なんなんでしょう、この絵は一体。誰か帰ってきて寂しい。一人じゃ私何もできないの。寂しい。待って、本当にちいこちゃん帰ってこないんだけど。どこ行った？あ、来た。走るぞ、そう。何？トイレ？あ、トイレ行ってた。あ、トイレ行ってたの？びっくりした。なんか、暗闇になんか飲まれたとか。こんな短時間で。ソフトクリーム感じた。すごい。風がないとこがいいですね。結構、あ、美味しい。ごめんなさい。かけ玉始めちゃった。いやー、風強かったね。私、方向地だからどっから来たか分かんない。あっちの方だよね。あっちだよね。パッチさん、なんか SP みたいになってますよね。SP？ リクオさんの SP として。いや、待って待って、どこ来た？あっち？お茶買っていい？あ、はい。あ、持ってます。もうコーヒー飲み終わっちゃったの。持ってます。大丈夫です。ちょっといい。大丈夫？え、何が飛んだの？ゴミが。ポイ捨てダメだからね。なんか何に立ち向かっていくのかよくわかんない。大丈夫？結構早めに食べないと。あ、すごい。パチの車を汚してしまうわ。寒しちゃったか。すごい。そう、風があるとね。そう。溶けないの。タイムアタックになっちゃった。待って、ネックレス壊れた風で。すごい。そう、こんなに風が強いって。ネックになったの。ちょっとマジかよ。すごい、聞いてなかったよ。ソフトクリームがすごい速さで溶ける。ちょっと待って。お腹壊すかも。あの柱の後ろとかの方が風当たらないです。大丈夫ですか？もうなんか私何しに来てんだろう今日。ああ。お疲れ様でした。助けて。助けて。顔と髪型ね、みんな大丈夫？もう私相当なんか鏡に映った自分を見たらひどいことになってた。あー、びっくりした。これでいい経験になったね。あ、ここね、ミラーあんの。あ、ホタルの風の強さはびっくりした。あ、でもなんか意外と綺麗。意外と綺麗って言っちゃった。あ、なんかよくわかんない壊れ方したんだけど。何？あ、ネックレス？なんか糸出てきちゃった。こっちがちぎれて。怖いね。怖いね。あ、なんか、みんな適当に富士山メロンパン食べて。あ、そうだそうだ。うん。あ、向かいながら。はい。はい。開けまーす。はーい。どう？ちいこちゃん、すごいです。めっちゃ写真以上に大きくてびっくりしてます。私もでかいなと思いながら買ったんだけど。すごい。これどうやって値段がよくわかんない。でかっ。そんな大きいの。わあ。いただきます。あ、食べて。はい。うん、意外ともちもちふわふわ。もちもちふわふわしてます。クリームも入ってるんで、いいバランスで。いやー、なんかいい経験になった。すごい、HP 結構削られますね。いやいや、ここ。めちゃめちゃ風強い。外と違って中はすごい安定してる。ソフトクリームが。海ホタルでソフトクリームはマジ危険だってことみんな気がついたと思うから。ね、安易にね、こう。軽症動画になったと思う。うん、
風が強い日に外で食べようとしたら大変だわあんな暴風で食うもんじゃなかったって、だって今でさえものすごい煽られてますかこれ。怖い風。あ、これすごいコーン美味しいわ。あ、なんか一時捨てようかと思ったけど捨てなくてよかった、無理だった。いや、海から急に陸地に立山道に入りました。はい、立山道。へえ、ここはもう煽られない。ここは煽られなくなりました。まあ、壁高いしね、うん、でもやっぱあの横風で速度規制出てる。あ、そうなんだ。どうやら嫌な、鴨川も風強いよね、絶対ね、うん、そうだよね、こっちが風強いんだったら風強いよいやどうなるんだろうあれ、シーワールドって割と外メインみたいな感じですか。外だよ、基本は、うん、あれじゃ中の水族館みたいなところもあるんだけど、うんうんうん、シャチとか、なんだよ、オットセイとかアシカとかそういうショーは外だよ。楽しみ。なんかぶっかけられるんですよね。かもしんない、私たちぶっかかるかもしんないけど覚悟しといて。顔が溶けちゃう。あの、チーコちゃんなんか今日塩臭い女装ってお店で言われちゃうかもしれない。塩くせえな、ちょっと。塩臭女装。塩臭。塩が過ぎるぞ。塩が過ぎるぞ。やっぱ鴨川シーワールドってこのシャチがね、すごい有名で。ね、おっきい。おお、一回転した。あ、なんだ。やっぱ伊藤緑。伊藤緑。